全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭1番チューレンドーベル、12番オニパネ先頭に入れ替わります。その後は9番ドリームフライヤー、11番エターナルナンバー、好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1馬身相手4番ゴッドハンド、続きまして10番万世の一撃、そのうち3番おにぎり、これを見るように外側7番鬼仏ジムザン。 600m の通過タイムは34秒2。1番人気プリケツダーリン、ここからどういった競馬を見せるのか。2番レイジーデイズ、内から差を詰める。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、若干リードはオニパネ、400を切って先頭オニパネ、その後エターナルナンバーオニパネ、粘っている。先頭はオニパネ、ゴッドハンド外から追い上げる。プリケツダーリンまだ動かない、ここで先頭が入れ替わる。万世の一撃、2番手万世の一撃、差を詰める。2頭が並んでゴール、万世の一撃、わずかに制したか、判定をお待ちください。